ビンゴだ。路地裏をしらみつぶしに探してきた。僕一人で時間を稼ぐ。できればヒーロー殺しを退ける。仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする？やめろ、逃げろ、言ったろ。君には関係ないんだから。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。オールマイトが言ってたんだ、余計なお世話はヒーローの本質なんだって。余計なお世話だとしても。いい、レディークラッシュ。一気に懐へ。まだだ、まだだ。リッカアタック。論外だ。そこだ。デッカアタック。論外だ。ドア届け。甘くない。ドヘッ。よっ、リッカアタック。論外だ。助けるんだ。吹き飛べ。いける。つなぐ。この勢いで。論外だ。で、論外だ。活路を直接。それが信念か。オフェア。いける。直接叩く。ドア。つなぐ。そこだ。タッ。論外だ。口ほどにも。まだだ。叩く。論外だ。いける。それが信念か。で、叩く。貴様、つなげ。そこだ。ここだ。いける。届け。論外だ。つなげ。信念。本物のヒーローになるんだ。通じた、通じたぞ、フルカーレ。体が。パワーが足りない。だが動きは悪くない。確実に仕留められるよう画策した。そういう動きだった。口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある。こいつとは違う。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。トトロキ君、なんで君が。それにその個性。数秒意味を考えたよ。一括送信で位置情報だけ送ってきたから。お前なら意味なくそんなことはしねえ。なら応援呼べってことじゃねえかって。トトロキ君、そいつに血見せちゃダメだ。多分血の蛍光摂取で相手の自由を奪え。みんなやられた。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。ヒーロー殺しか。いい目だ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。慌てる差しは見せねえ。抱えんで。燃えろ。左で止まれ。慌てるな。このままじゃやべえ。ミドリア、この調子で肩をつけるぞ。
レディークラッシュ。思い過ごしか。凍結しろ。燃えろ。燃やし尽きる。今行く。慌てるな。一気に論外だ。慌てるな。論外だ。まずは右凍結しろ。燃えろ。論外だ。氷結。止まれ。だったら左で滅裂か。今行く。次々と左で燃やし尽くす。氷結。遅い。だったら燃やし尽くす。滅裂か。それが信念か。まずは右固まれ。落ちて俺の力だ。滅裂か。今行く。燃やし尽くす。邪魔か。左で確保だ。燃やし尽くす。滅裂か。それが信念か。恐れろ。今行く。一気と左で燃やし尽くす。貴様、それが信念か。離さねば。ウィー。時代錯誤の原理主義だ。やめてくれ。もう僕はやめてほしけりゃ立て。俺がお前に言える一言、なりてえもんちゃんと見ろ。なりてえもんちゃんと見ろ。お前の言う通りだ、ヒーロー殺し。僕は彼らと違う未熟者だ。それでも今ここで立たなきゃ。ウィスブロー、バースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない。感化され取り繕おうとも無駄だ。人間の本質はそうやすやすと変わらない。ヒーローを歪ませる社会のガンだ。誰かが正さねばならないんだ。それでも折れるわけにはいかない。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。論外。レディークラッシュ。時間も無駄。論外だ。燃える。燃やし尽くせ。熱か。燃えろ。燃やし尽くせ。熱か。燃やし尽くせ。熱か。好きにはさせねえぞ。どうくったかい。燃えろ。今行く。ちょっと待って。俺の力だ。熱か。燃えろ。左で熱か。熱か。論外だ。慌てるな。論外だ。消えろ。燃やし尽くせ。熱か。好きにはさせねえぞ。これってのか。これが信念か。今行く。熱か。燃やし尽くせ。正さねば。貴様。時代錯誤の原理主義だ。アメージング。いけるか。いや、今は。ありがとう、トドロキ君。レシプロエクステンド！ワンフォーオール！フルカール！今は行け！足が、拳が、あれば！うわぁ！
その後ヒーロー殺しステインは捕まり、僕たちはホス総合病院へと搬送された。個性を無断使用した僕らは本来なら規則違反で処罰されるはずだったが、ホス警察署長面構えさんのご厚意で僕らがステインに襲われエンデバーに助けられたというシナリオで世に公表された。思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。ただその影響もまた人知れず僕らを蝕んでいた。気取りはいづく。まったく、とりあえず体が動いちまうようなとこはお前そっくりだよ、年寄り。申し訳ございません、私の教育が至らぬばかりで。いやはや、お前のことをけなげに憧れているあの子にも檻を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てを。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し感化される人間が必ず現れる。そして個々の悪意は奴とのつながりが示唆されたヴィラン連合に集まっていく。着実に外堀を埋めて己の思惑通りに状況を動かそうというこのやり方、もしも死柄木弔にバックがいてここまでを想定して動かしていたのであれば、先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し年寄りの腹に穴を開けた男、ウォール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう。ホス事件から数日後、僕はオールマイトに呼び出された。伝えられたのはワン・フォー・オールの原点とその役目について。それは他者から個性を奪い、そしてそれを他者に与える個性オール・フォー・ワンからワン・フォー・オールが生まれたこと。世を思うままとし悪の支配者として君臨したオール・フォー・ワンが今も存在し、そして代々ワン・フォー・オール継承者が彼と戦ってきたこと。5年前の戦いで私の代でついに奴を討ち取ったはずだったのだが、奴は生き延びヴィラン連合のブレーンとして再び動き出している。ワン・フォー・オールはいわばオール・フォー・ワンを倒すため受け継がれた力。君はいつか奴と巨悪と対決しなければならないかもしれん。酷な話になるが、オールマイトの頼み、何が何でも答えます。あなたがいてくれれば僕は何でもできる、できそうな感じですから。言うんだオールマイトよ、言わねば。違うんだよ緑谷少年、私は多分その頃にはもう君のそばにはいられないんだよ。ありがとう。彼は決意を固めていってくれた。頑張りますと。私と一緒なら僕は何でもできると。彼の信念を、成長を感じ嬉しかった。でも、だから言うことはできなかった。職場体験も終わり、うちらの学校生活はいつもの光景に戻っていた。そんなある日のこと、今日のヒーロー基礎学では対人戦闘訓練を行うらしい。その内容は3人1組で戦うというもの。チームはくじで決めるらしい。うちは B チーム、つゆちゃん、八尾桃と組むことになった。見事に女子が揃ったな。それで相手は、ジロ、俺らお前らとだ。負けねえからな。霧島、うららか、頼むな。任された。ジャミングウェイになんて負けないっての。つゆちゃん、ヤマモ、お願い。はい。
ロケロ、私の出番ね。俺はクソ強え。レディークラッシュ。よろしくね。行くわ。ケロッとカバー。ふっ、宙返り。カバー。カバー。ケロッとケロ。下から一発。カバーの。やっ。大技行くわよ。あ、耐えられるかしら。ケロ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 、やったわ。一発だ。しならせて。ケロッと決めてくれ。くせるわ。いくわ。射抜く。しならせて。ケロッと行こう。なぎ、払う。無理。ダメそう。電気当たる。ダメそう。ダメそう。行こう。キル。無理。いや。カバー。下から。行く。宙返り。カバー。キルっと。行く。カバー。やった。ダメ。宙に。電気。下がれろ。団長、引っ張れ。まっすぐやれ。しならせて。射抜く。アップ。やるわね。ゲテンポイ。KO。クソ弱え。私の独壇場ね。エクセレント。音なら硬かろうが浮いてようが関係ないからね。二人ともサポートありがとね。さすがよ、京香ちゃん。次郎さん、私は何も。くそ、負けだ。二人ともすまれ。期末テストも近づいてきたある日、俺は学校で爆豪にテスト勉強を教えてもらっていたが、文字通り教え殺されそうになっていた。だから、ここはこの公式使うって言ってんだろ、殺すぞクソが。分かったって、ちょっと勘違いしてただけだ。おっす、やってんな。お二人さん、そうだ、今から八百桃たちと演習試験の対策すんだ。一緒にやらね。ええ、演習試験の対策だ。ロボはさすがの八百桃でも作れないけどさ、組手ならできっかなって。爆豪、戦闘の稽古つけてくれよ。面白そうだな。考えてばっかで疲れたしよ。おい爆豪、行ってみようぜ。すげえ、雷、あんたなんてやつ呼んで。いやあ、耳女、ポニーテール。恨むんならアホ面を恨め。俺が教え殺したるわ。半端な結果はいらねえ。テンション上げていくよ。レディークラッシュ。どう、気づいた。やった。やることは変わんねえ。圧倒的ね。うぬわ。動いてんじゃねえ。あげる。どっちか。ぜどだ。うんだ。伸びよ。そう、うるせえ。いけ。しまくんだ。いっぱいあってる。あげる。あっ、どうぞ。打撃で。しまくんだ。あげる。せっ。しまくんだ。ひっぺけ。せっ、ひっぺけ。どうじゃ。聞いた。打撃でしまくんだ。いくだ。諦めないし。ごれ。どよめけ。そう、うるせえ。しかしまくんだ。はじっけ。うぬわ。やるこ
ことは変わんねえ。くたばれ。しまくんだ。なんで。一撃で。うちの負け。没個性どもが。足も出ないなんて、やっぱり私演習はからっきし。そんなしょげんなって、アオヨロズ。相性とかもあるだろう。立て、クソども、まだ教え終わってねえぞ。どうすんだよこれ。アホヅラ覚えてろよ。